決着つけてやるぜ。なんかさ、再来週の出張がさ、6月、再来週が今日からね。はいはい。6日間になっちゃってさ、6泊7日 ?1 週間家に帰れなくなってしまった。地方？ああ、地方。地方っていうか、まあ、ほら、あの、日帰りできる距離じゃないからさ。まあまあ地方だな、なんもねえとこだからな。仕事終わりになんかでも名物とか食えるんじゃないの？あ、まあそういうのはあんだけどさ、まあ基本的に一人で行かされるから、え、1週間さ自宅のパソコン触れないんだよ。ははははまったくゲームも何もできんからな。ネットカフェ行けじゃん。いやー、でやっぱさ、家のパソコンと違うじゃん。うん、ネカフェのやつって。Steam ログインすりゃできるのか。すごいね、すごい時代だ。あー、で、そっか、 Steam ログインすりゃいいのか。あんまり外から入りたくないよね。まあ何やってんだろうって感じになるからな。多分メール認証入るでしょ。入ると思う。さあ、うん、そういうのもあるからあんまりやりたくないんだよね。後々面倒したくなるからさ。うん、はーいよ。ゆっくりやろうぜ。さっきいろいろやられてきたな。ちょっと景気づけたい。はい、最高だ。カンパスソー。うっぱす、あぶねえ。カンパスソー。ダメだな、絶対切ってたな、いつか。引けた。リーチ、一発。なんだよ、なんでそんな手いいんすか。いやー、このリーズもが欲しかったんすよ。ふぅ、強気、トン1。泣く前に。泣かされる前に、よし、これで防壁はできたぜ。そっか、3万あって恐ろしいな。あ、うん、 C がさ結構簡単にさついちゃう、つけられちゃうっていう、うん、かなり C がしやすい技になってんだなと思って。そう思いません？そう、うん、よくわかんないけど、巡りもあるし、うん、え、言ってるそばからやりやがって、ふざけんな、返せ俺の。C じゃないか、ポンだからポンだから、ポンポン返せ俺の。はい、さっきやられてっからな。なるべく追いつきたいところなんだが、うわぁ、うぅ、また本一か。マジかぁ、積もった。うん、ちぇ、ツモ、ドラドラ。まあここは頑張るか。
か、頑張るか。う。もう今日はねえかな。元気が出ないな、俺。もうポン太郎だなこの野郎。いやいやいや、おらこれもなっけ、おら。形として危うい。いやでもそっか、ここをこうするっていうのもありなのか。どの道って感じか。あ、しまった。おい、今大三元できてたんだぞ俺、天の中で。バカ野郎、俺の前順なんか俺数万個テンパイだよ。ペイ待ちだよさっきは。でかい手が入るか怖いよ。さ3番手でかい手入るか怖いね。兄さん大三元今大三元できてた。マジか、俺前順数万個テンパイよ。あー怖い怖い怖い、麻雀って怖いよ。3番手でかい手が偏る気がする。あ、なんか偏ってる、怖い怖い、偏ってる偏ってる、震えたもんだって。インフレ起きてるわ。インフレ起きてる、なんでだろうね。うん、今は大三元、今回は、あ、じゃあ、うん、さっきは数アンコやってられませんよこんなマージャン。なんか重たくなっちゃうよね、ま、手がどんどん膨らんで3回って。そうなんだよね、怖い。今日ってこういう日なの、もう困っちゃうな。意外とどんな時でも普通の打ち回しに直せば強いのかもしれないな。そうなってくるとゾワゾワするわ。大三元とか言って震えたわ。ひゃーってなったわ。何間違ったのタカさん。わあ、いやまだテンパれてなかったの。ああ手配にもう来ちゃったの、三元牌で。うわぁ、それ震えたわ。会いたくて会いたくて震えたけど会えなかった。ハミちゃんが全然ピンツ流してくんないからさ。あっと、そいつアロンだ。なんだよ、テンパったのに。休めだぜ。かあぶねえ、幼虫。あ、でも休めか。ふぅ、半夜だったら満貫だったんだけどな。怖いぜサンマ、本当に怖いぜ。いや困るなこのマーズ、あんまり好きな、やっぱ俺3もあってあんま好きじゃないな。そんなこと言うと運が逃げてきそうだから頑張るけど。
サンマーは4人いない時のは遊びだよな、やっぱ偏るよ。でも県民性でやっぱりなんかこうどこどこの人はサンマーが基本とか あそうなあるみたいですね。やっぱ4人かなと思っちゃうんだけど、やっぱそうなの、そういうのもあるんだ。サンマは怖いからな、俺は、うん、ダメだな。でもサンマ 4マが特別みたいな扱いの件もあるとかないとか。へえー、そんなんあるんですね。うん、長井先生情報だけど愛媛はサンマらしいよ基本。あれの話はお前ロムキャストンって言おうとしたろのあれの話、愛媛のノーキャストンの話はしてもな、あれになんないって。なんとな天帝が言ってたんだよ。天帝面白いけどさ、天帝の言うことそのまま鵜呑みにする気起きるそうね。もう、参るな。降りね。逆に降りね。積もらせろ。ロン、すまん。マジかよ。そっちか。タロさん、聞いて、俺の話。上がったところで、漫画。俺ね、スーアンコ天敗。マジっすか。マジ。やめてくれよ。え、なに、マチ何？なんともう一個いくつだったっけな。自敗。やっぱサンマ怖くね。俺ウーシャンテンとかすごい悪い手だったんだよ。スーシャンテンとかマジでなんかねすごい偏るよな本当に。 おかしくね。スーアン2回も転敗する。誰か積み込んでんじゃないですか。積み込みだよ、やってられねえよ。タク悪くね。なんか変。また3案確定ってやつとかね、振り込みだと3案こうなっちゃうけど、うん、もうつもりを数案こうか、つもり数案こう両方でも短期待ちだったらもう鼻血出してるよ俺。うわ、人のリーチが怖くてしょうがねえよ。誰っすかこれ。トンバですか。トンバだね。トンバのラストはね。ポン。上がれねえ。薬満は薬満でもなんでもね。なんだ、なんか3枚だいや、4枚目だね。まあ、ちゃんって怖いな。4マート3もこんな違うのかって実感したわ。もうそういうタイトルにしとこう。1つも、あぁ休め。お前、シャーマチだったのか。うん、シャーマチ。そっちはあ、シャーマチ。マジかよ何このマージャン。怖い。シャーチュン待ちよ俺。またスーシャン。シャーマチ短期だった。チート位置で。ひどいな。スーシャン点スタートなのにさ、どんどん統一になるの。クソゲーこれ。クソゲーか。クソゲー来た。ありがとうございます。ひどいよね本当。イカサママージャンだよ。何でやんとかきかな。
んだよ。なんか風邪気味？ああ、いや、うん、花私は泣くのかよ。あ、うん、あ、あんなとこの相手、まあ風っぱいだけど。そうですよ、悪いですか。なまあてか内地なんだよな、お疲れだね。もうオーラスみたいな気分になってるわ。参ったな。クソゲーだこれマジで。面白い、吹いた。久々に喋ったと思ったらクソゲー 2発目。発連だ。あ、まあね。タロさん、マンズかき集めんのやめてもらえませんかね。いやでもツモ切りか。ピョン。まさかこれってことはねえよな。ほら。はあ、びっくりした。大丈夫だろ。流局。うちゃんとなりかけみたいになってますね。ね、よくわかんねえでも手が。わかりますわかります。わけ頭おかしくなりますよねそういう時。まあもうピン無理やりピンフにするって感じか今の。なんだなんだこれもう。すごいなもう。何にもしねえで流れちゃったよおや。あーサンマーだと流れちゃうんだっけ先発ってても。開ける？きえ！まだまだ間に合うだろ。ダメ？カン。え？民間？荒らすね。やべ。水着のターンじゃん。やったー、そうてん
ドラいっぱい乗ったんじゃんこれ。ドラゴ、マジか、これ録画楽しみにしてない。さすがサンマだせ。マジかよ。だって全てがほぼリセットされた状態で、あと 2曲か。俺の今の苦悩の三蔵切りもちょっと録画見た方がいいよ。すごい、そうか、それを食い取っちゃうのか。マジっすか。なんかサンマー対策ってあんのかね。対策も対策もなくないこれ。いいな。飲み後付けかよ。この野郎、プライドのねえ野郎だ。後付けじゃないじゃん。後付けなんだっけね、これ的には別に。チュンチュンってマッチなだけじゃん。でもチュン逆なしでしょ。いやチュンチュンです。振り込み、ま、振り込みつどまってでしょ。え、後付けって先に泣いた後に後から。そうだけど、うん。そうだけどね。後付けじゃないし。わあ、すいませんでした。はい。確定。そんな後付けみたい。なんかさ、俺ちょっと気になってること言っていい？なんですか？いや、あのさ、ネットの麻雀慣れてるとさ、うん、後付け結構気にせずやっちゃうじゃん。うんうんうん、やるやる。いや、なんかもともと普通に打ってたからさ、あんまり後付けをさ、しないようにしてるのよ。うん、おい。早えよ。なんか結構みんな、なんか、あ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 、終わったし、おかしいね、うん、奇跡も魔法もあるんだよ。いや結構なっちゃうように後付けやっちゃう。やっちゃやっちゃ、俺もやっちゃう。いや気をつけなきゃなと思ってやんないようにしてんのよ、だから、うん、俺も太郎さんに教えてもらって、でいろんなもん見てて恥ずかしい行為なんだっていうのがもう染みついちゃってるから、なるべく手役で固めてみたいなね、って思ってる。俺も思ってたけど、ネットはもう関係なくなってるよね。はい、ない、ね、俺はあんまり、俺は基本的にやんないけど、もうなるべくやりたくないけど、わけわかんないことになるから。そうね。で、誰が1位だったの？あ、俺か。うん。お疲れ様です。はい、そうね。後付けは、ネットで覚える人は結構もう関係なくガチャガチャの相手後付けするよね。うん、そうなんですよね。うん、ごめんなさい。話ぶった切って。いやー、すごいぶった切り方だなと思って。いや、今回のこの3万荒れまくるよ、バガー。サンマーまだ、サンマーはなんか結構スーアンコテンパン4回目来そうだったんだけど、あ、3回目来そうだったんだけど、別のその何二か何三かな、あ、何二か何一の時に、それはリャンシャンテン、あ、イーシャンテンぐらいで止まったけど、3万。あ、ごめんごめん、一応あれだわ、ローンであれも後付けになるのか、ごめん。ああ、なるほど。まあ、手役がないからね。手役確定してないから、
役なしでロンツロンチュン伸びてるか前であれしないからね、すいません。いやいやいや別に、いやその正しい正しくないはどうでもいいんだよね。なんかただ言ってるだけだから、俺教わって、俺後付けは恥ずかしいことなんだっていうのが結構好きだから言ってるだけだから俺。ああ、いやなんかポンとかチーしてさ、役的なんだろう、なんだろうな、あと後から役入りになりたいとかそういうのが後付けだと思ったけど、うん、そっか、ロンであれも後付けになるもんね、そう言われるね。手役ないかな、へえ、まあ関係ないのか、関係ないの。じゃ MJ は無料で結構好き勝手遊ばせてくれるけど、設定いじれないのがちょっと辛いっすよね。なんかなしなしとかもやってみたいっす、あと赤灰も抜いてみたいっす、たまには。ジャンジューモンはできたからね、できたできた。あとワシズマージャンもやりたいんだよな。ワシズマージャンネットにあるんじゃね。いやなんかビシュリが前ワシズマージャン面白いよ、こうなってこうなってみたいなこと言ってて気になってんだよな。赤気味のなんかでもありそうだね、ネットにあるんじゃね、どっかね。あ、ワシズマージャンやりたいね。ブラフが通用しなせそうだね。っていうか全部ガラス入って可能性もあるんでしょ、かわいそうじゃね。オープンリーチダメなの、オープンリーチ振り込んだら役もダメなの。あ、ダメなのかな、ひどいな。はい、へえ、まあそんな感じでは録画と止めるわ、うん、お疲れ様でした。サンマーって怖いねっていうタイトルにしとくわ、はい、はい、お疲れ、バイバイ。